これを知ってるだけで、あ、今自分が悩んでるのはそういう理由だってなんか理解することができるし、じゃあそこに今自分がいるんだったら今後どういう対処とか課題があるからこういうふうに過ごしていけばいいんだっていうことが分かって、皆さんが今の悩みも克服してやりたいことを見つけて、皆さんだけの人生を作っていけるロードマップをお伝えしたいなというふうに思います。その善の状態の自分で何かしら乗り越えることができなかった課題であったり悩みがあったからこそ、こっちに行っちゃったわけですよ。例えば今の中で適応障害を繰り返してしまうとか、まあ、会社の人にもうつ病の人がいるとかお話があったと思うんですけれども、実はねこれ僕がマイナス1から100理論というふうに呼んでるものなんですけれども、検索しないでくださいね、ウィキペディアにこれ載ってないので検索しても出てこないんですけれども僕でもこれめちゃくちゃことメンタルの克服もそうだし、自分のやりたいことに踏み出すとか、皆さんがねお悩みを克服していくということにも、まあ、正直本当に全部に関わってくることかなというふうに思っているので、これを知ってるだけで、あ、今自分が悩んでるのはそういう理由だってなんか理解することができるし、じゃあそこに今自分がいるんだったら今後どういう対処とか課題があるからこういうふうに過ごしていけばいいんだっていうことが分かって、皆さんが今の悩みも克服してやりたいことを見つけて、皆さんだけの人生を作っていけるロードマップをお伝えしたいなというふうに思います。まずですね、今やっぱり適応障害だったりうつを繰り返して悩んでるって方、僕すごいご相談受けます。はい、で今回はここに、まあ、あの数字があるんですけれども、これを人生の状態というふうに考えてほしいんですよね。でですね、例えばじゃあ適応障害で悩んでいる、うつで悩んでいるって、じゃあ皆さんどこだと思いますか？マイナス1だと。ファイナルアンサーファイナルアンサー。ありがとうございます。その通りです。いや、めっちゃ貯めてくれて嬉しかったですけど、ね、あれ、そうなんですよ。そうなんですよね。うつであったり、適応障害で悩んでいるっていう時。はい。そう、ここですよね。なぜなら、生まれた時にうつでしたっていう人ってあんまりいないですよね。っていうか、まあ、いないですよね。はい。そう。だからこそ、風邪をひいてないとか、普段の、まあ、皆さんのいわゆる状態ですね。その状態がゼロです、ね。はい。で、じゃあ僕がやっぱりよくご相談に受けるうつとか適応障害に悩んでいたっていう状態はどこかというと、僕はマイナス1っていう表現してるんですよ。これ別に悪いとか弱いって言いたわけじゃないですよ。状態として分かりやすくするためにここでは数字を使って表現してるんですけども、じゃあですね、このマイナス1にずっといたい、やったーっていう人ってどれくらいいますかってことなんですよ。いないです。そうですよね。よっしゃうつになったって方はいないんですよ。はい。基本的には皆さんその状況を克服したいって思うし、またね、元の自分、ゼロの状態の自分に戻っていきたいって基本的にはまあ思うと思うんですよね。はい。じゃあこの時に私たちができる対処というのは実は3つあるんですよね。まあ、強いて言えば4つ目を出していいかもしれない。じゃあ1つは何かというと、休職診断書などを発行いただいて、まあ、ストレスの要因である、まあ、人であったり職場であったり環境からちょっと離れて気を取るということですよね。はい。もう一つがお薬ですよね。はい。その不安であったり、まあ、抗不安剤とか抗うつ剤とかいろいろあると思うんですけど、一時的に不安であったり心配という気持ちを抑えたりして状態を保つようなお薬を飲んで様子を見るという方法ですね。はい。もう一つは何かっていうとカウンセリングですよね。はい。そう。で、まあ、強いてあげると、まあ、これが、うつとか適応障害で悩んでいるという状態を克服するために、まあ、一般的に言われている正しいと言われている、効果的と言われている、まあ、いわゆる治療と呼ばれる部分ですね、の内容なんですけれども、まあ、あと一個強いてあげると、例えばその自己啓発本読んだり、ネガティブな自分をポジティブに変える練習してみたりとか、まあ自己啓発セミナーみたいなのに参加したりとか、できるだけその嫌な環境を避けたり、自分で環境を変えたりというような、そういった自己啓発ですね。これらを皆さん取り組んで行かれる場合が多いんですよ。はい。で、これどういう対処をしているのかっていうところまではわからないんですけれども、じゃあ一度適応障害と呼ばれた人がもう一度適応障害を繰り返すとか、うつ病に悪化してしまうっていう確率が5年以内に 40% の人が繰
繰り返しちゃうというふうに言われてるんですよね。で、これが例えばうつ病に悪化しちゃいましたと、2回うつになっちゃったっていう人は、まあ、もう1回繰り返す可能性が 60% ですよっていうふうに言われていたり、じゃあもう1回繰り返しちゃって3回目になってしまうとどのくらいの可能性になるのかっていうと、 90% の人がもう1回繰り返しちゃうよとかとも言われてるんですよね。はい。つまりまあ 90% って言ったらもうかなりの高い数字ですよね。もうもはや最悪の場合本当に一生繰り返し続ける可能性も、まあ、数字上ではあるってことですね。はい。だからこそ、もちろんこの全てを取り組んでるのか何も取り組んでないのかっていうのがこの数字に表れてるのかっていうところまではわからないんですけれども、この対処というのはマイナス1から0に戻るための対処というわけですね。はい。でですよ、でもじゃあどの時に私たちは適応障害と言われてしまったり、うつで動けなくなってしまったのかっていうのが大切なんですよ。どこだと思います？このマイナス1の時に動けなくなってしまったのか、0の時に動けなくなってしまったのか、1、10、100のところで動けなくなってしまったのかっていうと、どこだと思いますか？マイナス1の時に。はい。本当ですか？適応障害であって、うつっていうふうに呼ばれる瞬間ですよ。あ、呼ばれる瞬間？はい。ああ、呼ばれる瞬間。ゼロですか？そうです。ゼロですよね。はい。じゃあ、0からマイナス1、うつ適応障害になった時に、じゃあ、できる対処というのは、休養薬、カウンセリング、自己啓発にすることですと。はい。でも、もちろん0に戻れると思います。職場復帰していったり、体調が回復していったりすると思うんですけれども、でも、ここでやっぱり私たちはつまずいてしまったわけですよね。つまり、もちろんゼロの状態には戻れるんだけれども、そのゼロの状態の自分で何かしら乗り越えることができなかった課題であったり、悩みがあったからこそ、こっちに行っちゃったわけですよ。だから、もちろん戻ることはできるんです。治療という形で戻ることはできるんだけれども、元の自分に戻ったということなのであれば、また同じような状況とか同じような悩みに直面したときに、そりゃまた戻る可能性はあるよねってことなんですよ。でも、もう今の社会では、もう日本はトップレベルの国ですけども、先進国ですけれども、その日本ですらもマイナス1から0に戻るための対処しかまだできないってことなんですよね、制度上は。だからこそ本質的にじゃあ克服するためには、繰り返さないためには、なんなら繰り返しても大丈夫と思えるような自分になるためにはどうすればいいのかというと、ここをね、やっぱり、一気通貫で僕は身につけることが大切かなというふうに思ってます。はい。じゃあそこをどうやっていくのかというと、まあ皆さんが自分自身がね、その強みとかやりたいことを理解するということと、まあこれは価値観を深掘っていったり、コミュニケーションとかコーチングを通して理解していくっていうことでもいいと思いますし、皆さん自身で価値観リストとか自分を深掘っていって、経験を深掘っていって、ライフチャートみたいに出して理解していくっていう、どっちでもいいと思います。皆さんが身につけられれば OK っていう考えですね。はい。でそこをやっていくと、でも必ず課題が出てくるんですよ。はい。例えばここだったらこれですよね。これは別に一般論ではないわけなんですよ。今までの思い込みとか、過去と誓ったことにとらわれてしまったりとか、はい。で、逆に好きなことを理解するためには皆さんどういう課題があると思いますか？これはですね、たくさん挑戦をしたり、挑戦をするということは失敗をするということなんですよね。試行錯誤をしたり、新しい体験が必要なわけなんですよ。はい。だからここでやっぱり一人で続けられなくてつまずいちゃったりとかしますよね。で、その先に進んだとしても、好きなことを続けるためには行動力であったり継続力というものが、まあ、必ず求められるわけなんですよね。でね、これをもう学ぶ場所というのは、もう学校も病院も会社もね、多分教えてくれないです。だからこそやっぱりここを一気通貫でやっていくことが本質的な克服につながるかなって思ってるんですよね。はい。いわば、まあ、ここ今、うつと適応障害に関してだけお話しますけど、例えば、休養、お薬、カウンセリング、自己啓発を行って、ゼロに戻って、これを克服だというふうに考えることは、雨が降った時は、家に引きこもるという手段を取るってことと同じかなと思ってて、傘を
身につければ外出かけられるじゃないですか。でもこの傘というのが身につけられる手段ではないということですね。傘を身につけて出かけられるというのがこの今までの常識とか思い込みを、まあ、なんだろう、克服していくとか、皆さんの好きなことを見つけていくとか、でその好きなことを続けられるメンタルを身につけるということですね。はい、そうなのでこの3つはもちろん効果的な方法なんだけれども、やっぱり雨が降ってる時に外は出られなくなっちゃう、はい、それも別にいいんですけど、部屋で楽しめたりできたらいいんですけど、やっぱり何かしら制限はかかっちゃうよねってことなんですよ。薬を飲み続けるだったり、カウンセリングに通い続けるだったり、ちょっと一時的にまたお仕事ができなくなって休業になっちゃったりっていうようなところで、やっぱり悩んでる方がやっぱり実際数字としてそれが現れてるんじゃないかなっていうふうに思うので、そう、僕はやっぱりこれを一気通貫で、まあ、身につけていくことが今こういうふうに悩んでる方の悩みを克服解決することであったり、まあ、さっきもお伝えしましたけど、うつで悩んでる方だけの経済損失だけでも、まあ、27000億円あるっていうふうに言われてるんですよね。その、まあ、今の数字ですけど、お金ですけど、それだけの方が悩んでる社会課題があるってことだと思ってるので、まあ、このね、一気通貫して学べる環境とか提供する仕組み作りが大切だなっていうふうに思って YouTube を運営させてもらったり、オンラインスクールを運営させてもらったり、朝ライブをしているっていうような形なので、ここにね、気づくというのがやっぱり大切なんですよね。どこにいるのかというのが大切なんじゃないんですよ。どこの状態の自分だったとしても、あ、次はここに取り組めばいいんだな、次はここなんだ、ここなんだなっていうふうに、今の課題とやることを分かっていれば、私たち行動できたり、やりがいをね、毎日に作り出すことができるので、今回は、ね、そのマイナス1から100理論ということでお話しさせてもらいました。はい、まあ、結論、もしここだったら傘を身につけていきましょう、傘買いましょうってことですね。はい、それがまあメンタルだし技術だってことですね。はい、なので、そう、最後にこれをね、一気通貫で学べる方法、身につけられる方法というのをお伝えします。はい、まあ、それはズバリメンタルの克服で、じゃあメンタルの克服というのは何なのかというと、これはさっき言ったように、私たちは気分の浮き沈みがあるとかメンタルが安定しないというのは当たり前のことなんですよね。だからそれに気づいて受け入れて、また自分のなりたい自分になっていくっていう、この3つのステップを技術を通して身につける、後天的に改善できるということを今身につけていくこと、学んでいくことが大切なわけなんですよ。なのでメンタルの克服というのは先天性にその生まれつき決まってるのかと、そうで全くなくて、後天的に身につけられる技術である程度は解決できますよと、はい、で、技術を身につけるメンタルを克服するということはどういうことなのかというと、今この瞬間から自分を受け入れて、やりたいことを理解して、それを常識思い込みを築いていって、試行錯誤、新しい体験もできるようになって、行動力、継続力を身につけることができる、そして好きなことも続けることができるから、これなんですよ、理想の人生を実現できるというふうに思って、まあ、僕は今このような活動をしているということなんですよね。はい、これはやっぱり何をやってもうまくいかなかった僕だからこそ伝えられることだと思っているので、今回はね、ウィキペディアには多分まだ載ってないです。これから載ると思います。あと、これから載る可能性あるんですけども、まだね、Google で検索しても出てこないと思うので、今回はね、マイナス1から100理論ということで、ここに皆さんでどの状態にいても本当に大丈夫なんだよ、はい、次ね、やっていくこととかやりたいことを理解して、ぜひここにいる皆さんでね、また進んでいきましょうということで、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。